赤木、スワロー赤木は、東日本旅客鉄道が、上野駅、新宿駅、熊谷駅、本庄駅、高崎駅、前橋駅間を、山手線、東北本線、高崎線、上越線、両毛線経由で運行している、特急列車である。土休日は、赤木、平日は、スワロー赤木として運行されている。本校では、過去に、 両毛線で運転されていた優等列車の遠隔についても記述する。草津温泉、水上温泉競泳の観光客を輸送する特急、草津、水上と同じく、上野駅から東北本線、高崎線を経由する列車である。赤木は1950年に、上野駅気流駅、小山駅間を東北本線、高崎線、両毛線経由で運行する快速列車として、 運転を開始。1960年には上野駅前橋駅間を毎日運転する臨時列車として、準急列車になり、1961年に定期列車化された。1966年に赤木は急行列車に格上げされ、春名と統合し、赤木はに往復運転された。1982年11月15日に上越新幹線開業に伴うダイヤ改正で、 特急列車へ格上げされた。ダイヤは下り8本、上り5本が設定されており、下り1.37号が上野発本城行き、下り5.1115号、上り6号が上野駅高崎駅間、下り9.13号、上り8号が上野駅前橋駅間、上り2号が熊谷発上野行き、上り4号が高崎発新宿行き、上り10号が 前橋発新宿行きで運行される。下りは夕方以降、上りは朝の時間帯に運行される。下り8本上り5本がすべて運行される日はなく、平日は上り10号を除く。全列車、土曜、休日は下り5.9号、上り6.80号が運行される。列車名は、土曜、休日の全列車が赤木、平日の全列車がスワロー赤木となる。 2014年3月15日ダイヤ改正で新設されたスワロー赤城のうち本上行きの列車は2014年3月14日以前のコーノス行きホームライナーコーノスを特急に編入の上で運転区間を延長したものになっているホームライナー時代には整理券による着席整理を行う関係で始発駅である上野駅以外では乗車できなかったが 特急格上げにより途中のどの駅からも乗車が可能になった。また、スワロー赤木については、従来の指定席、自由席の区別を廃止し、スワローサービスが導入された。2016年3月26日ダイヤ改正で、新宿発の下り列車が廃止となり、新宿駅乗り入れは上り2本のみとなる。2017年3月4日、ダイヤ改正で、 平日のみの上り熊谷始発上の行き、スワロー赤木一本の新規設定及び利用の少ない、夕方の上り、新前橋始発上の行き、赤木の廃止、平日残りの赤木一本をスワロー赤木に変更し、平日の全列車がスワロー赤木として運転されることになった。2018年3月17日のダイヤ改正で、スワロー赤木の停車駅統一が行われた。これにより、 赤木と、スワロー赤木は、停車駅が別々になる。赤木、上野駅赤羽駅浦和駅大宮駅。上尾駅桶川駅。熊谷駅深谷駅本庄駅新町駅。高崎駅から新前橋駅前橋駅。スワロー赤木、上野駅赤羽駅浦和駅大宮駅。上尾駅,上尾駅,上尾駅桶川駅北本駅高野須駅。熊谷駅深谷駅本庄駅新町駅。高崎駅から新前橋駅前橋駅。 新宿駅行きの新宿駅大宮駅間の停車駅、新宿駅池袋駅大宮駅六百五十一軽線番台を使用し、基本編成の七両編成で運行される。過去には、二千十六年三月二十五日まで、新宿発着系統では百八十五軽重量、編成、二千十五年三月十三日まで、スワロー赤木四号五号赤木四号五号が、六百五十一 軽基本編成の7両編成と付属編成の4両編成を組み合わせた11両編成で運行されていた。また、2014年3月15日のダイヤ改正までは、上野駅発着系統でも185系が使用されていたが、2016年3月26日のダイヤ改正で、すべて651系に置き換えられた。なお、かつて、 上野発着列車と新宿発着列車ではヘッドマークのデザインが異なっていたほか2013年までは両車で号車番号が逆になっておりグリーン車の連結位置が異なっていた前車指定となった座席にスワローという意味合いと1950年の特急ツバメ誕生から国鉄のシンボルとしてあり続けてきたツバメの英語表記スワローをかけたところから来ている 基本的に東京方面から高崎駅経由及び東北本線経由で両毛線へ直通する列車について記述する。ただし1980年代以降は運行区間の重複や扱いにおいて同等であることから高崎線内のみの運行となった優等列車についても記述する。ありがとうございます。